次に塩川哲也君。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。おとといに続きまして、児童手当法付則改正の検討規定についてお尋ねをいたします。財源のあり方の検討とは、どのような検討を行うのかという、おとといの質問に対して、付則改正の検討規定部分を読み上げただけで、具体的なことは何も答弁しなかったところでした。改めてお尋ねしますが、財源のあり方についてどのような検討を行うのか、具体的に説明をしていただけますか。内閣府島田統括官。この検討規定につきましては、今後の少子化の状況をはじめ、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況や子ども家庭の影響等もよく注視しながら、少子化の進展への対処に関係をする観点から検討してまいりますということでございますが、じゃあ具体的にどのような財源とかどういう内容かということでございますが、現時点で具体的な財源を想定しているわけではございません。ただ財源確保のあり方についてこれはさまざまなご意見があるものと承知しているところでございます。塩川君。現時点で想定しているわけではないという話でした。でそこで大臣にお尋ねしますが、少子化社会対策大綱では、さらなる少子化対策の充実強化の項目で、今般消費税の引き上げにより確保した2兆円規模の恒久財源を子どもや子育て世代に大胆に投資し、保育の受け皿の大幅な整備、幼児教育、保育の無償化、真に経済的支援が必要な子どもたちを対象とした高等教育の就学支援などを実現した。少子化の進展が国民共通の困難であることに鑑み、さらに強力に少子化対策を推し進めるために、必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担のあり方を含め、幅広く検討を進めていくとあります。ここでいうこの安定財源とは何なのかについて、ご説明いただけますか。坂本大臣。総合的な少子化対策を進めていくための財源確保の方策につきましては、さまざまな議論があると承知しております。少子化社会対策大綱にも示されておりますとおり、必要な安定財源の確保につきましては、国民、各層の理解を得ながら、幅広く検討を進めていく必要があると考えています。将来世代の負担増を招くことがないように必要な安定財源を確保しながら少子化対策を全体として確実に進めてまいります。塩川君。幅広く検討という話でした。しかしここの大綱の文書の流れを見ても、その前段にその消費税の引き上げで2兆円の財源を確保したということがありますので、当然その消費税の増税というのも選択肢としてあるのか、この点についてはどうですか。坂本大臣。財源確保の方策につきましては、消費税に限らずさまざまな議論があるものと承知しております。将来世代の負担増を招くことがないよう、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として確実に進めてまいります。塩川君。消費税に限らずと、幅広くという話ですから、消費税増税も否定されておられません。やはり逆進性の強い不公平税制である消費税で、行うというのはふさわしくないということを申し上げておきます。続けて令和3年度の財政制度審議会の建議ですけれども、少子化対策の安定財源の確保として、このように述べています。社会保険制度においては、妊娠、出産、子育てに関する現金給付がかねてから存在している。少子化対策は、付加方式を取る我が国の社会保険制度の持続性の確保や、将来の給付水準の向上につながるものであることを踏まえると、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も、将来的課題として検討する余地がある。少子化対策の安定財源確保のあり方については、税財源のみならず、こうした考え方も含め、幅広く検討を行っていくべきであると、このようにあります。
ここで述べている医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方というのは、どういうものでしょうか。財務省、宇波美次長。お答え申し上げます。今ご議論いただきましたとおり、少子化対策大綱にもうたっておりますけれども、少子化対策を推進するにあたっては、将来の子どもたちに負担を先送りすることのないよう、安定的、恒久的な財源を確保することが重要であるというふうに考えてございます。これまでも、今ご指摘のあった消費税の引き上げ、あるいは事業主拠出金の追加拠出などによって、安定財源を確保しながら、少子化対策を推進してきたところでございます。財政当局といたしましては、将来的な課題として、こうした中で、例えば我が国の社会保険制度において、妊娠・出産、これは出産育児一時金、あるいは出産手当金でございますが、あるいは子育てとして育児休業給付金などに関する現金給付が社会保険制度において、かねてより存在していることも参考にしながら、将来的な課題として、少子化対策の財源確保の在り方として、税財源のみならず、保険料財源も含めて幅広く検討することが適当であるというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、税財源、あるいは保険料財源、事業主拠出金、あるいは制度の見直しなど、将来のお子どもたちに負担を先送りすることのない形で、恒久的な財源を確保しつつ、少子化対策を推進することが重要であるというふうに考えてございます。塩川君。財政審の権威において、その消費税でもなく、また事業主の拠出金でもなく、その他ということも書いてなくて、この保険料による少子化対策の安定財源だけを取り上げているというのは、どういう意味なんですか。財務省主計局、宇波美次長。財政審の権威でございますので、そういう意味では財務省事務方として、これに何かの解釈を加えることは難しいわけでございますが、財政当局といたしましては、保険料財源だけを何かことさらに、申し上げているわけではなくて、繰り返しになりますが、税財源、保険料財源、事業主拠出金、あるいは制度の見直しなど、将来の子どもたちに負担を先送りすることのない形で、恒久的な財源を確保することが重要であって、その財源のあり方については、幅広く検討することが必要であるというふうに考えてございます。塩川君。財政審の議論を見ても、この権威に至る過程で、事前に事務方が用意したペーパーの中に、この文言そのものが入ってるんですよ。ですから、事務方が用意をした文書通りのが権威に盛り込まれているんです。でもちろんその他の財源もということはありながらも、しかし、ここでの具体的な例示そのものは特出しで、社会保険、この制度、医療保険はじめとしてという言い方ですから、この公的な保険制度を念頭にということをだけとは言いません。これを特出ししている理由は何ですか。財務省主計局、宇波美次長。財政審の権威におきましても、この保険料財源によるその少子化対策への拠出を拡充するという考え方も、将来的課題として検討する余地があるというふうに考えているわけでございます。幅広く検討、いろいろな財源のあり方を検討する必要があるという趣旨で、これを記述、事務方の方は記述しているわけでございますけれども、財源のあり方としては、将来の子どもたちに負担を先送りすることのないようにするということ、それから恒久的な財源を確保していくという、この2点が大事でありまして、財源のあり方としては、先ほどからご答弁申し上げているように、幅広く検討する必要があるというふうに考えてございます。塩川君。幅広く検討するという話ですから、この公的医療保険だけではなくて、公的な介護保険ですとか、公的年金保険とか、あるいはその雇用保険などの社会保険方式を組み合わせるといったことなども、当然念頭にはあるということになるんでしょうかね。財務省、宇波美次長。
先ほど例示で申し上げました社会保険制度におきましても、出産育児一時金はこれは医療保険制度における仕組みでございます。それから育児休業給付については、これは雇用保険制度における仕組みで、あります。それから現在、児童手当の財源の一部、あるいは保育所等運営費の財源の一部には、事業主拠付金が充てられているということでございますので、保険料という形式でもまたさまざまなものがあるというふうに考えております、現在、そういう形になっておりますので、こうしたことも参考にしつつ、幅広く検討する必要があると考えております塩川君、かつて自民党内では子ども保険ということで、公的年金保険に付加するような形での提案などもあったところです。それが消費税増税分の使い道の変更という格好で、立ち消えになったという経緯もありますから、そういう意味ではそういった幅広い検討の中にはいろんなメニューもあってということだと思います。で、今回の児童手当の削減については、やはり今回の措置のように子育て支援の財源を子育て世代間でのやりくりで行うことはやるべきではないということを申し上げ、また逆進性の強い消費税増税は認められないと、行うのであれば、大企業、富裕層、優遇税制の見直しで確保すべきではないか、大臣にお答えいただきたい。坂本大臣。子育て世代に対します支援といたしましては、これまでも幼児教育、保育の無償化などを行っており、さらに今般、不妊治療の助成の拡充や、新子育て安心プランの実施によります待機児童の解消などを行いまして、子育て世帯全体への支援を充実させてまいりたいというふうに思っております。このうち待機児童問題につきましては、4年間で14万人分の保育の受け皿を整備することで最終的な解決を図るということといたしました。この運営に毎年度必要とする追加費用約1400億円につきましては、社会全体で子育てを支援していくとの大きな方向性の中で、今般の児童手当の見直しにより生じる財源等に加え、私自身も経済界に何度も足を運びまして、企業の方からも1000億円を追加拠出していただき、所要額を確保しているところであります。総合的な少子化対策を進めていくための財源確保の方策については、富裕層への課税に限らず、さまざまな議論があると承知しています。引き続き、少子化社会対策大綱に基づきまして、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として確実に進めてまいります。塩川君。今国際的にも法人税の引き下げ競争を見直そうという流れが大きく広がっております。アメリカやイギリスでは行き過ぎた法人税減税を改め、引き上げをするという取り組みも始まっております。アマゾンのベゾス CEO が、法人税引き上げを歓迎すると述べたということも話題になっておりましたが、これなどもいろいろ企業としてのスタンスも当然あるんでしょうけれども、日本においてもやっぱり法人税優遇税制、特に大企業への優遇税制を見直すべきでありますし、低すぎる金融所得課税も引き上げて、こういったものを少子化対策などの財源にしっかり当てていくと、これこそ行うべきではないかと考えますが、改めてお聞かせください。坂本大臣。それぞれの国にそれぞれの考え方があると思いますけれども、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として進めていきたいというふうに考えております。塩川君。国民に負担増、低所得者の方を含む負担増を強いるような消費税増税は認められませんし、こういった大の負担に沿った税制の改革を行う中での子育て財源の確保を求めていくことを改めて申し上げるものであります。次に学童保育についてお尋ねいたします。学童保育において放課後児童クラブ運営指針にもある通り、学童保育の指導員である放課後児童支援員にはその職務にあたって専門性が求められていると思いますが、この点について確認をいたします。厚生労働省大坪審議官。
お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりでして、放課後児童支援員につきましては、お子様のその発達段階に応じました主体的な遊びや生活が可能となりますように、自主性ですとか社会性、および創造性の向上などを職務としていることから専門性が求められるところでございます。このため国が定めております、放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準、これ省令でございますが、この中で放課後児童支援につきましては保育士等の基礎資格に加えまして、都道府県知事等が行う研修を修了したものではならないというふうにしております。まあ、こういった形で厚生労働省といたしましては質が担保されますように、放課後児童支援員に対する研修により支援員の質の向上を図るなどを行っているところでございます。塩川君。答弁にありましたように、放課後児童支援員には放課後児童クラブを運営する上で必要となる専門性が求められるということであります。そこで、第9次地方分権一括法により放課後児童クラブの職員に関する基準が従うべき基準から三尺基準に改正をされました。どのような改正だったのかについて説明してください。厚生労働省大坪審議官。はい、お答え申し上げます。先生ご指摘の改正、第9次地方分権一括法により改正されました、このクラブの職員に関する人員配置資格要件でございます。これ当該基準が今まで従うべき基準であったことによりまして、さまざま地方から実態に合わせて、いろいろ、例えば児童が少ない場合に2人配置しなければいけないということになっておりますと、児童が少ない放課後ですとか、また夕方土日、こういったときに必ずしも2人いらないのではないかといった地元からの地域からのお声をいただきまして、2年間の検討を経まして、ここを自治体の方で責任と判断に基づいてお考えをいただく三尺基準という形にしたところでございます。塩川君。職員に関する基準ということで、放課後児童支援員を2人以上配置をする、ただうち1人を除いて補助員の代替かという、要件もあるということですから、実質1人は必ずこの支援員を置くというのが基準となっていたわけでありますが、それが自治体においての判断に委ねるという中身になっているということです。でそこでやはり現場からはまさに専門性が求められている支援員の配置基準を交代させるというのは、子どもたちの環境を考えても安心安全を損なうものではないのかという強い批判の声が上がっているところであります。自治体のいろんな都合はあるわけですけれども、でこの間の条例の改正も行われてきたと思うんですが、この三尺化に伴う自治体による条例の改正状況はどうなっているのかをご説明ください。厚生労働省大坪審議官。答えを申し上げます。厚生労働省ではもともと放課後児童クラブの実施状況を毎年調査を行っております。それに加えまして、今回三尺化が図れまして、条例改正があったことを踏まえまして、その状況を合わせてお調べをしております。これが昨年9月30日現在ということで調査の結果が出ておりますが、人員配置資格要件に係る基準の三尺化につきまして、そもそもこの放課後児童クラブを設置しているところが全市町村1741のうち1623ございます。で条例改正を行ったところが575箇所 35.4% ということを確認をしております。そのうちですね、放課後児童支援員の研修終了要件の経過措置を延長する改正、これが最も多ございまして、560の自治体 34.5% に当たります。でそれ以外ですと、人員に関する改正を行ったところが32自治体 2%、改正を行った自治体の人口規模は小さいところが多いような傾向がございました。これが調査の結果でございます。塩川君。ここで今紹介がありましたように、放課後児童支援員にかかるその研修
認定資格研修終了要件の経過措置の延長というのが560箇所とか、放課後児童支援員の人数に関する改正が32箇所とかいう話がありました。でそこでこの調査で、放課後児童支援員の人数について規模別での調査なども行っております。令和元年2019年において放課後児童クラブの支援の単位数が全部でいくつかというのをまず全数がいくつかという話と、そのうち、放課後児童支援員数が0名というクラブというのはあるのか、わかりますか。厚生労働省大坪審議官。はい、お答えを申し上げます。放課後児童クラブの令和2年7月現在のクラブの数が 26,625 箇所で、先生単位数でお尋ねがございましたので 34,577 単位ということでございます。でもう一つお尋ねがございました。放課後支援員の数が規模別にゼロであるところというお尋ねがあったかと思いますが、そこは市町村の条例基準に基づく放課後支援児童支援員がゼロとなっている支援の単位数が711箇所で全体の 2% で、国が定めておりました設備運営基準を満たす放課後児童支援員数がゼロとなっている支援の単位数が1299箇所で全体の 3.8% というふうに承知をしております。塩川君。今の令和2年の数字で、その前の年の、その令和元年の数字が分かればと思ったんですが、分かりますか。厚生労働省大坪審議官。申し上げます。単位数令和元年のお尋ねでございましたので、クラブの数で申し上げますと 25,881 箇所、単位数で、申し上げますと 33,090 でございました。塩川君。その上で放課後児童支援員数がゼロというところはいくつかと。厚生労働省大坪審議官。これ令和9年ということで、ごめんなさい、令和元年ということでよろしいでしょうか。はい、令和元年、それいります。ちょっと規模別で今即座に足し合わせていないのですけれど、令和2年でしたら先ほど申し上げた市町村の基準ですと711箇所で 2% なんです。そうなんです。規模別を、はい、ゼロのところを、全部足し上げるのにちょっと今時間を要するものですから、ゼロとかゼロですか。はい、そうです。令和元年は、はい、そうです、三者基準になる前ですね、施行前は、はい、ゼロ箇所ということになります。塩川君。ですから全国で3万以上のクラブの単位がある中で、その三者基準の前の令和元年度においては放課後児童支援員数がゼロっていうこのクラブの単位っていうのはゼロなんですよ。でそれが令和2年になると711ということになってきます。この実施規模で見てももちろん小さいところでもゼロというところはあるんですが、71人以上という大規模のクラブにおいてもこの放課後児童支援員数がゼロ名というところが33もあるんですよね。これは子どもの安全性確保に支障が生じるような事態が生まれてるんじゃないでしょうか。厚生労働省大坪審議官。
申し上げます。先生ご指摘のとおり令和2年4月1日から参照基準ということにしておりますので、その段階でこれまでゼロであったところからいくつかのところがそういった事案が生じているということは承知をしております。でこれに基づきまして、この調査結果に基づきまして、まずはその一義的には地方が条例により定めているものではございますので、各自治体においてご判断、自治体の十分な責任と判断により地域の実情に応じて適切な対応を取っていただくことが、一義的には筋論でございますが、今回の調査結果を踏まえまして、事業をいかなる体制で運営する場合でもやはり子どもの安全の確保、こういったところに支障がないのかどうか最大限留意するということが必要であるというふうに考えております。で市町村においてはこういう安全確保の対策はどう取られているかということを国の方としても計画を立てるようにということを求めているところでもございまして、放課後児童支援員や補助員に対する研修の推進ですとか、こういった調査の結果などをお知らせすることで、また安全性の質の確保というものに努めてまいりたいというふうに考えております。塩川君、先ほどの答弁の中でも、その児童が少ないような場合に2人いらないんじゃないのかという話がありました。でも実態は71人以上のクラブでもゼロというところが33もあるんですよ。で要は児童が少ないところだけではなく、大規模クラブにおいてもこういうゼロという事態が生まれてるんですよね。でこの地方分権一括法の議論が行われたとき、私質問もしましたけれども、そのときに厚労省の説明は、人員配置基準の参照化にあたって、登録児童数が少ない場合、地域の人口が少ない場合など、地域の特性によっては、継続的にクラブの運営が難しい状況が生じているということを理由にしていたんです。だけど、実態は小規模クラブだけの話じゃなくて、71人以上という大規模クラブでも放課後児童支援員がゼロという状況になっている。これは厚労省としても、私はもともと認めてませんけれども、厚労省が容認したという実情、条件と比べても、あまりにも食い違っている事態ではありませんか。厚生労働省、大坪審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、これは令和2年4月1日に改正をされました後に、9月30日現在の調査と時点ということで、調査をかけさせていただきまして、厚生労働省としてもその結果を確認させていただいたところでございます。でこれにつきましては、先ほど申し上げましたように、地方自治体の一定の責任のもとにおいての判断とはいえ、安全対策などにも十分留意をしていただきたいというふうにも申し上げておりますところですので、そういったこの結果をまた自治体の方にお示しをしながら、安全対策の確認など、また改正内容が遵守されているかどうか、こういったことを自治体ともよく連携を図ってまいりたいというふうに考えております。塩川君、実態把握は当然しっかりやっていただきたいわけですけれども、しかしこの参照基準化によって、子どもたちの安全を整える環境であるこの支援員の配置そのものが大きく後退していると、この事態がまさに危惧が指摘されていたことがそのままこう現実のものとなっているということで、看過できない事態だと、こういう事態を改めるという立場で、厚労省、対応すべきじゃありませんか。厚生労働省、大坪審議官。お答え申し上げます。先ほど来申し上げておりますように、先生のご指摘のとおり、その安全性の確保、質の担保がなされているかどうかということを、市町村ともともに連携して確認をしてまいりたいというふうに考えております。塩川君、こういったように実際に支援員の配置がかえって後退するという事態というのを放置することはできません。そもそもその専門性が求められているというこの支援員の仕事について、やはりそれにふさわしい処遇が行われていない、この間保育士の問題も取り上げてまいりましたけれども、この学童クラブの指導員、放課後児童支援員についても同様のことが言えるわけであります。
厚労省としてこういった指導員が経験を蓄積をし、子どもと安定的に継続して関わりを持つために必要なのは、指導員が就労を継続できる条件整備、処遇改善ではないのか、お答えください。厚生労働省大坪審議官。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、その待遇、処遇の待遇を改善するということは、この人材を確保する意味でも、適切な安定的な運営を図る上でも極めて重要だというふうに考えております。そのため、厚生労働省といたしましては、これらの支援員の方々が、長期にわたって安定的に就業できるように、処遇改善ですとか労働環境の整備ということに努めてまいったところでございますが、具体的に申し上げますと、平成29年度より、放課後児童クラブの勤続年数ですとか研修実績などに応じました処遇改善の経費を補助いたします放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業、これを実施をしておりまして、これまで適宜月額の引き上げを行ってきたところでございます。またそれ以外でも、その育成支援の周辺業務を行う方たちの配置をすることで業務の改善を図る、こういったことの必要な経費の補助なども行ってきたところでございまして、こうした政策を通じまして、放課後児童クラブの安定的な運営が図れるように努めてまいりたいというふうに考えております。塩川君。もともとその処遇が低いもんですからね、キャリアアップって言われても、そのキャリアアップに行く前に今の処遇では食べていけないと、暮らしていけないということで、継続できないというところの実態こそ改善しなければならないと、そういう意味でも抜本的な処遇改善が求められているということです。坂本大臣、ぜひこの点で受け止めをお聞きしたいと思いますが。坂本大臣。厚労省の動きをしっかりフォローアップしていきたいと思います。塩川君。今坂本大臣は地方分権一括法の担当ですね。第9次の地方分権一括法で行われたのがこの三者基準化なんですよ。こういう状況でいいのかというのは問われているんじゃないでしょうか。この三者基準化によって、この緊急時の対応に困難が生じたり、一人一人に丁寧な対応が困難となる、そういった支援員の配置が大きく後退をするという事態が全国で生まれていると。で、このこと自身が大きな問題となっている。子どもたちの様子を本当に理解することを困難にするような、この三者基準化をもたらした支援員の配置の後退、これを作った三者基準はやめるべきじゃありませんか。従うべき基準にしっかり戻していく、国としてこういった学童クラブにおける安全を確保するような対策をしっかり行うと、三者基準はやめるべきだということを大臣からぜひ取り組んでいただきたい。いかがですか。坂本大臣。厚労省の方としても、放課後児童支援員や補助員に対する研修の推進、そして活動内容に関する質の向上のための評価の推進、さらには好事例の普及展開、放課後児童クラブを巡回し、育成支援の質の向上を図るアドバイザーの市町村への配置、さらには育成支援の周辺業務を行う職員の配置等々を行うことというふうに、私としては承知しております。塩川君。いや、厚労省が想定しているよりも、実際に大規模クラブなんかでも支援員が配置をされるような事態が生まれているという点では、この三者基準化が実際にこういった学童クラブにおける安全対策を損なうような実態になっているということを指摘しているわけですから、この三者基準化そのものを見直すということを行うべき時じゃないのか。三者基準化やめるべきだ。この点についてお答えください。坂本大臣。厚労省にいろいろ話を聞いてみたいというふうに思います。
塩川君。じゃあ厚労省一言。厚生労働省大坪審議官。お答え申し上げます。こういった育成の現場というのはやはり地元の市町村の現状ですとかご意見ということが非常に重要なんだろうというふうに思っておりますので、これが地方分権の中でご提言いただくものが全て悪いということではないと思っておりまして、この制度の中でいかにその安全性を質を確保しながら自治体の方での安定的な運営が行っていけるか、こういったことを自治体とともに連携しながら考えていきたいというふうに考えております。塩川君。いや、質の確保が損なわれてるから見直せと申し上げて質問を終わります。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。次回は来る14日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。